2023年3月の23日、普通の雨の日でこの水路、まあ大体これぐらいの水の量です。だからまあ回転扉式をまあ普通の雨の時に常時回転させるようで、まあまあ縦横50センチずつぐらいの回転扉式でいいんじゃないかなと思います。まあこの道もあちらの山の方へ向かってまあ1キロぐらい、まあ途中で蛇行してるんですけども、まあまあ大体ストレートで、1キロぐらいあります。両サイドからまあ水流れてきてますけども、これがね雨が降った時の町中の水が集まってくる仕組みです。奥の方とかも水が集まってきてるでしょ。なかなか役に立つ動画だと思います。大雨になったらね、多分この河川も、半分ぐらいのところまで水位来るんじゃないですか。多分それぐらいだと思いますよ。